戦場平らから望む雪彦さん。雪彦さんは、兵庫県姫路市にある山である。八彦さん、彦山と共に、日本三彦山として知られる、主原道の地。日本百景、兵庫、ロッククライミングの名所として知られている。雪彦さんについては、複数の定義が存在する。旧夢咲町は、雪彦さんの定義として、ほらけだけほこ、立山、 密寺山の総称であると定義し、ホラケ竹山頂にも、そのように表記していた。これに対して、国土地理発行の2万5千分の一地図等では、密寺山を、雪彦山として、二等三角点を置いている。また、登山案内の多くでは、大天井竹、不行竹、三部竹、地蔵竹等の岩峰から構成される、ホラケ竹の最高峰である、大天井竹を、 幸彦さんとみなしている。さらに、古くは、周辺の明神山、七種山と三山を総称して、幸彦さんと呼んでいた、という定義もある。地質は、後期白秋の火山岩である。南陸から夢崎川及びその支流の菅生川が流れ出ている。この一帯は、北方につながる峰山とともに、幸彦峰山県立自然公園を形成している。なお、 大天井だけの標高は長らく884メートルとされて、北が地形図からもこれは明らかに誤りであり、測量の結果正確な標高は811.1メートルで、あると判明したものの、未だ十分に浸透しているとは言えない状況であり、注意が必要である。ガノガミシャ主言道の行場として知られる雪彦さんの南側には、この信仰を支えるガノガミシャが置かれている。 神社は、水古天皇台に、報道千人によって開かれたとされ、雪彦山大権現、雪彦山金剛鎮五寺と呼ばれ、神仏集合の形式をとっていた。明治元年の廃仏希釈により、金剛鎮五寺は廃寺となり、現在は、木壇だけが残されている。ガノガ社には、廃仏希釈の年に建てられた入りもや作りの本殿が、残されており、 姫路市の文化財に指定されている。最寄りの主要都市である姫路市の北方に位置し、登山ルートとしては主に前の省、山の内側と四ツ辻鹿が坪川の2種類ルートがある。アクセスする路線バスは日に1から6便と、いずれの系統も本数は少ない。山の内経由姫路駅北口から新規バス51系統、山の内に行乗車し、終点山の内で下車。 山の内バス停から、雪彦山キャンプ場まで、約3.5キロメートル。山の内、雪彦山間の運行は2010年9月30日に終了した。鹿ヶ母、京由姫路駅北口から、新規バス34系統、グリーンステーション鹿月母駅乗車し、終点グリーンステーション鹿ヶ母で下車。また、山崎と鹿ヶ母を結ぶ路線もある。ありがとうございます。